山さんです。こんばんは。よろしくお願いします。今日一日ね、こうフル稼働してきたわけですよ。はい。で最後カイ君いるからと思って安心してきたら、今日クレバさんゲストじゃなくてMC として呼んでるんでって言われてるんですよ今。そうなんです、ゲストじゃないんですよ。そうなんですよ、メイン MC、 ダブル MC で。でもなんか、たくさんの方が見に来てくれてるんで。本当です ね今日はですね、このサテライトスタジオに、もう前もって応募していただいて当選された皆さんね、プラスプラス外にね、ありがとうございます。この雨が降って気温も下がってる中、3人来たら上々だなと思ってたんですけど。なわけがないじゃないですか。パッと見た感じで今6800人ぐらい。渡辺日赤通りがやばい。ありがとうございます。ね、本当にね、ありがとうございます。そしてラジオの前ではですね、たくさんのファンの方が聞いてくださってると思いますんで、はい、ラジオの前の方には伝わらない、この集まってくれた方だけが思ってることを言っていいですか。はい、カイ君ってそんな格好でしたっけ。スーツ姿になって、ね、この2年半ぐらいなんですけど。そうなんだ。そう、久しぶりにこうやってね、会ってないからびっくりしちゃって俺、僕はね、転職転職転職営業に転職とかじゃないしなんですけど、はい、僕はでも久しぶりじゃないんですよ。僕はナンバーショットで MC をやっているので、クレさん今年もナンバーショット出られたから。出ましたね。そうそう、だけどその後ちょっとこう挨拶とかもできなくって、はい、でも、ね、しっかりと見させていただきましたよ。その時もその格好だったんですか。いや、あの時はさすがに違うじゃん。ほらあの時はさすがにほらほら T シャツ着ろと。いや、あのね、ここで福岡の思い出の話をしようみたいなことになってたんですけど、はいはい、そうですね、ファンの方ご存知かどうか分かりませんけど、カイ君が結構俺のライブの演出決めたことがあって、一回ゲストで来た時に、はい、世界の中心っていう歌があってね、その歌が大好きなんですよ。あれでライブとか始まったらいいと思うんですっていうようなことをカイ君が言って言いました。でちょうどあれだったんだよね、クレバフェスティバルかな、です。な、ちょ、2年前3年前ぐらいだったと思うんですけど、はい、あ、それいいねって、じゃあクレバフェスのオープニング、世界の中心で行くわって言って本当にそうしましたから。いや本当に決まってて、パファファ、本当に決まってて、で後でクレさんがその終わった後にブログに書いて、実際やりましたよって書いてくださってて、鳥肌立ちました。いや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 、ぴったりだなと思って、いやもうそれが一番の思い出かな。もう他全部忘れちゃうなこの話すると。今回イコールもう回だな。光栄ですよ、でも本当に光栄です。クレバフェスに。いやいやいや、嬉しいですし、あとまあどうだったかな、福岡っていろいろ考えてみたんですけど、なんかね、このツアーの日程上なのか分かんないんですけど、福岡がファイナルってことがすごく多いんですよ。そうですね、ツアーのファイナルをいつも福岡でやってるなっていう思い出が強いですかね。カイ君なんか思い出あります？私が思い出があるのは、クレさんがこの時間帯の番組やっていてね、この頃してグルーヴ&バイブスやっていて、クレさんが朝から東京でプロモーションやり、大阪でプロモーション、はい、なんか公開生放送的なプロモーションやり、やりで夕方ぐらいに福岡か入って、僕の番組っていうその1日で3箇所をはしごするっていうプロモーションがあったんですよ。現代でやったら逆にいいんじゃないかっていう、その「オーイエー」って曲だったと思うんですけど、はい、出来上がった曲を考えられます。 CD1 枚はそれしか俺が持ってないから、俺が持って東京大阪福岡を行くって書けるっていうのね。そう、やったわ。でそこで解禁をするとね。だから福岡で僕の番組で、その時はカップリングだったかな、解禁していただいたんですよ。はい、なんだそれ。ワンクリックの時代にわざわざやってくる。そう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 、会いに来るラッパー。そう、届けに来るラッパーでしたよ。はい、それそのやっぱり思い出ありますね、イメージがありますね。まあまあね、パッと話しただけでもこれだけあるわけですからね。本当ですね。ビグったらキリがないんですけれども、ちょっとなんか、ね、みんなからも思い出とかも聞いてみましょうよ。そうですね、メールとかで募集しちゃいましょうよ。はい、メール大募集します。このニューアルバム、アフターミックステープ出たばっかりですから、感想とか感想、まあ、そのクレさんへの質問、質問メッセージとか、もうどんどんお送りください、思い出とかね。そうですね、メールアドレスは908@fmfukuoka.jp。 欲しいわこのアドレス。今後あとで、欲しいわ、ね、もったいない、一日だけでもったいない、もったいない、はい、908@fmfukuoka.jp です。メールをいただいた方の中から抽選で10名の方にですね、今日はニューアルバム「アフターミックステープ」オリジナルのポストイットプレゼントします。さっき初めて見たんですよ、かっこいいこれ。これなんですけど、クレさん本人、あの付箋、
大事、あの大事と思ったら付箋しようっていう歌詞がありまして、それで付箋作ったんだって。これなんかかっこいいんですよこれ、うん、中にもちゃんとあの付箋が3つに分かれてて、うん、はいはい、あの本当だ、アフターミックステープとか、うん、クレバーとかなってるやつなんですけど、うん、もう欲しかったらメールしなこれね、はい、僕らが開けたらね、事前に開けたらブーイングですけど、うん、これ俺が触ったやつですから、ね、うん、俺もプレゼント行きですよ。で、10名の方にプレゼントで、はい、そのうち一つはクレさんが実際開けたやつです。そうですね、じゃあ1枚だけこうサインしておきましょう、ね、それが誰に行くかですよね。誰に行くか、うん、で今日メッセージいただいた方の中から抽選でということになりますので、はい、ぜひもう一回アドレス言ってもらってもいいですか。はい、数字で908@fmfukuoka.jp 908@fmfukuoka.jp です。クレソのアドレス後でいろいろ使えそう。本当ね。さあ、そんなクレバさんとダブル MC でお送りしての55分間です。わお。FM 福岡クレバステーション、グルーヴ&バイブス。今夜はテンション上げ目、ボリュームも上げ目でお付き合いよろしくお願いします。ぜひ。では、クレバさん、今夜のオープニングを飾る一曲をお願いします。まさにも誰と戦うでもない付箋しよう。大事と思ったら付箋しよう。敵がいない国聞いてください。癖になります。ありがとうございます。敵がいない。でも、ミュージックビデオも最高です。ミュージックビデオ大変でした、撮るの。そうです。ぜひとも初回版の、こう、はい、特典 DVD とか、そちらの方をご覧いただくと、はい、プロが分かると思うので、はい、ぜひともチェックしてください。そうですね。お願いします。はい、さあ、ソロデビュー9月8日で15周年ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今ですね、全然違うこと考えてました。ん？で、このマイク、なんか音いいなと思って、声いいなと思ってました。そっちに気に入ってました。はい。なってました。カスカスのマイクとかあるんですよ、たまに。はい、はいはい。たくさんラジオ出させていただいて、はい、なんなんですけど。でも、これいいですね。いいマイク。いい、さすが。うん。さすが FM 福岡。うん。でも、これで皆さんのところに届いてますからね。ね、嬉しいです。ね、いい声で届きたいですもん。そうですね。あと、カイ君のその笑顔も届けたいんだけどな。本当に。ごまかせれちゃうんだよ、その笑顔で。なんか言ったんでしょ、今日昼番組出てて言ったんでしょ。言ってないよ、言ってない。何も言ってない。なんかズバッとこう言ってくるみたいな。そう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 、カイ君に聞かれたら答えちゃうなって言いました。だからさっきのね、アドレスにこうメールくれたら、カイ君が読んだら答えちゃいそうだな、そんな笑顔でと思って。ああ、気をつけます。僕もですけど、はい、豆大変そうでしたね豆ね、朝ねテレビの方で豆をつまんだんですけど、そうですね、はい、まあそんなね15周年を迎えて、はい、まあ、今日はね、こうやって特別番組をお送りしてるんですけれども、本当15周年イヤーということで、はい、もうずっとリリースをね、9ヶ月間やってこられまして。やってきました。はい。うん、1月15日のデジタルシングル音色2019バージョンきっかけに、うんうん、第2弾、第3弾とこうね。やりましたね。カセット出して、はい、配信だけ、それ7インチ、うん、ここにあるんですけども、うん、7インチレコードとか、はい、パンツ、ね。パンツね。これ、パンツになったのは理由があるんですか？パンツになったのは理由があるんです。あるんですか？はい。一番最初は T シャツを出そうっていう話になってて、はい、この15周年のロゴがみんなすごく気に入ってて、はい、うん、T シャツって言ったんだけど、うん、例えばまあ、ファンの方、今ここに来てるファンの方でも、グッズの T シャツとか着てくれてる人がいるじゃないですか。はい、いらっしゃいますね。15年ファンで行ってくれる人が、全ライブに来て、全 T シャツ買ってるとしたら、二月はクレバーって入れるじゃないですか。そうか、枚数がもう結構。そこにまた T シャツ出すのって言って、もうやめようよって言って、ええ、曲は王者の休日がいいねって決まってたんですよ、うん、はい、で王者の休日の PV の中で自分が着替えのシーンでトランクス1枚になってるのがあるから、そのレプリカを出そうって話になって、なるほど、それだと女性は履けないよねってことから、うん、じゃあ女性も楽しめるやつだったら今だったらボクサーパンツじゃないかっていうことで、男性サイズ女性サイズのボクサーパンツをリリースしたと。なるほど、はい、ほう、まあ確かに T シャツこれからもライブがあってね、うん、増えていきますけど、はい、まあでもリリースでグッズと一緒にね曲をっていうのでパンツなかなかないですよもうどうせだったらもう振り切っていこうと思って、うん、誰もやったことないやろうっていう、うん、パンツって一回なるっていうのが面白いかなと思ってやりました確かに、はい、で、まあ、そのねグッズもありなんですけど、はい、やっぱそのアルバムとすれば6月にニューベストアルバム成長の記録全曲バンドで撮り直し、うん、これやっぱりね、そのまあ普通のベストではないという、ね、そうですね、ね、音をねバンドスタイルで、それこそこの15年の間にベストアルバム2回、うん、
これまでに出したことがあって、はい、で今、まあ、どのサービスを使ってるか皆さんわからないですけども、どのサービスでも自由にプレイリストが組める、まあ、イコール自分なりのベストアルバムっていうのがいくらでも作れてしまう時代に、もう一枚ベストアルバム出してみんなに買ってもらうのもどうかなと思ったんで、これはもう、でもまあ周年を祝うのにベストアルバムって持ってこいだし、自分も出したいと思ったから、じゃあ全曲バンドで撮り直してみようと思ってこれを作りました。確かにこのソロのね15年の中で、まあここ最近はそのバンドスタイルっていうねライブっていうのが一つのね7年ぐらい、半分ぐらいはね、そうですね、その半生バンドから始まって間違いないフルバンドでっていう、はい、その中で確かにレコーディングやり直してバンドの音でっていうのは、やっぱ嬉しいですしね、ファンにとっても。の方がいいかなと思ったし、あのタイトルを成長の記録っていうのにしたんですけど、こう、過去の作品だと、こう、ライブをする前だったので、自分の中ではまだちょっと未熟な部分もあった。で、成長した部分を見せたいなと思って、まあ、成長の記録っていう、そのままのタイトルにしました。なるほど。あの、でもね、まあ、この、アフターミックステープと、はい、この2つのアルバムを、この短期間でリリースしてるわけですよ。うん。大変だったでしょ。あのね、大変レコーディングのスケジュールとか、まあ、ツアー、まあ、ライブもね、イベントとかもありましたから大変だった大変だった。成長の記録もちょっと前から、ま、っていうか割と長めに制作期間あったんですか。あのバンドのメンバーが、あの自分のため自分だけのバンドではないので、はい、いろんな仕事してるからスケジュール合間縫ってやらなきゃいけないの、プラスそれの合間縫って物作る、あと今一個ね目の前にあって思い出したんだけど、これは9月4日にリリースされました完全一人ツアー2018あと ZEPP 東京、はい、これのまあライブ DVD& ブルーレイが出たんですけど、まあこの準備が大変だったんですよ。あでね、はい、それの、はい、その本編の映像のチェックっていうやつがあるんですよ。皆さんに見てもらうためにこの映像でいいですかっていうチェックがあるんですけど、それを見るたびにその準備の苦労を思い出すんですよ。もう胸が苦しくなってきちゃって、見てるだけで緊張が蘇ってきてだからもう見てらんないなと思ったけど、そうも言ってられないじゃないですか。だからそれ結構つらかったっす。だから編集とかも立ち会ってこう、大事なポイントは、いや、ここはもっとこうしてほしいとか、うん、あ、こうじゃなきゃいけないとか、あとちょっと事情があって収録できなかった曲があって、はい、それを早送りした風の音もわざわざ似た曲作って、巻き戻すやつにしたりとか、うわやったんだけど、やっぱ最後通してみるのはちょっとできなかったっすね。もういいっすわっていう感じにちょっとなっちゃったっす。あの変な意味じゃなくて、あまりに頑張りすぎたんで、その苦労がこう蘇ってきちゃって。だからみんなには味わってみてもらいたいですけど、自分的にはそれ、これがその制作の合間にあったんで、なかなかでした。いや、本当ですね。なかなかでしたね。よう切り替えができますよね。もう、家に帰ったら完全にスイッチオフして、うん、あの、働くときはもう、もうその目の前にあることをひたすら一生懸命やるっていう感じでしたかね。で、ニューアルバムですもんね。そうっすね。はい。9月18日、おとといリリースされたばかり。おととい?うん。まだ、おとといか。多分ね、クレさん本人にとっちゃそうだと思いますよ。うん、わお。だいぶ、ね。あ、そう。濃い。あ、そうっす。日々だったと思いますが。はい。アフターミックステープがリリースになりました。ありがとうございます。買ってくれた人ありがとうございます。ありがとうございます。買ってますけどね。ありがとうございます。聞いていかがだったですかね。かっこよかった。ね、ほら、うんうんって、ね、ありがとうございます。かっこいいですよね。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。でも、クラさんの音楽の中でも新しい側面っていうのすごい出てて。そうですね。ね、うん、出てると思う。あと、この15年目にして、ファーストアルバムみたいな聴き心地のアルバムが出てきたのは自分の中から出てきたのは嬉しいですね。で、まあ、CD を一回プレイヤーの中に入れたら、うん、まあ、総タイムが出るじゃないですか。うん、この32分、うん、40何秒、うんこれアルバムフルだよなと思ってびっくりしました、うん、こだわりだったんですよね。それは10曲あのトラック数は10曲超えてて、うん、大体30分ぐらいのアルバムっていうのはもう最初からそこだけは決めてたっすよね。この尺にするっていうのは現代のこの動画全盛の時代に1曲黙って聴ける時間ってどんどん短くなってきてるんじゃないかなと思って、はい、まあ、3分切るような曲の方がみんながパパパッと聴けるんじゃないかっていうのがあったんで、それの集合体って考えると大体30分。ああそうか、3かけるの、まあ、12、そうですね、まあ、うん、まあ、結果あの1とかね、長い曲が入ったことによって超えたけども、ね、まあ大体32分になりましたね、うんうん、なるほど。でもそのギュッとした
その曲の中でもやっぱそのメッセージがすごく伝わってるっていう、はい、そしてトラックの綺麗さ美しさも伝わってるっていうのが皆さんメールに表れてるんですが、はい、読んでもらえます？しおさんですね、もしかしないがとても綺麗な音に聞こえるんです。あ、ありがとうございます、はい、歌のような滑らかなラップと美しいトラック、うん、太いビートも優しく聞こえてとても好きな一曲っていう、うん、ありがとうございます、はい、あのスタッフの方、うん、エンジニアの方とかミックスの方とかの影響もあるんでしょうかっていう、うん、ありますね。あの今回のこの曲は諸梶さんっていう、はい、もう大ベテランのエンジニアの方にミックスしてもらったんですけど、うん、なかなか特徴的な音をこう出してくれる人なんで、はい、やっぱそうですね。いつもとは違うと思います。ともちんさんは全曲すごくトラックかっこいいんですけど、特にお気に入りはリアルドクター系のマジだ、うん、嬉しいですね、うんうん、ねえ、これ何かあのインスパイアされたものあるんですかって。リアルドクター系はどこから作ったんだっけな、ギターかなー、それか一番最後にこのラップ終わった後に出てくるベースラインだったのか、ちょっと順番は覚えてないんですよね。あのベースライン好きですね。 ありがとうございます、嬉しいっす、うん、やっぱその曲作る、まあトラックを作るっていうのも、うん、どこをスタートにしてね加えていくか、またその落としていくかとか、うん、制作過程って一つ一つ違うんだろうなって思って。今回のこのアフターミックステープに関しては特にいつもよりバラバラだと思います、はい、アプローチがドラムからだったりコード進行からだったりっていうのが多かったんですけど、はい、というよりもこう一個一個の持ってる音をこう存分に楽しみ尽くすっていうか、それの連続っていう感じでした。なるほど、はい、あの今回はね、あの新しい側面、そしてフィーチャリングアーティストもね、うん、はい、ナルバリッチのね JQ さん、そして歌丸さん、小林健太郎さん、はい、ね、はい、ですけれども、うん、まあ、こういうその共演というか、はい、まあ、共作っていうのもね、うん、はい、新しい方々とやるっていうのも面白かったんじゃないですか、ね、うん、いや面白かった。 JQ とはもう本当に何回やり取りしたのか分かんなくなるぐらいこうファイルのやり取りをして曲作らせてもらって、うん、勉強になりましたし、はい、面白かったです。ここでですね、はい、クレさんとゆかりのある方からメッセージが届いてますんで。誰？はい、お母さんか。聞いていただきましょう。お母さん。どうぞ。FM 福岡をお聞きの皆さん、クレバさんこんばんは。ナルバリッチのボーカル JQ です。ニューアルバムアフターミックステープリリースおめでとうございます。ありがとうございます。もうそうですね、その中に、僕フューチャリングさせていただいたワンも入れていただいてるんですけどもう去年のクレバフェスの時にお誘いいただいて、その時に書き下ろした一緒に制作させていただいた曲なんですけど、まあ、約1年越しに、リリースをさせていただいて、そして今年のフェスは何か所か一緒にやらせていただいたんですけど、もう何ですかね、個人的にはもう B-Boy パークの MC バトルの時からクレバさんの背中を見て育ってきたようなもんなんで、なんかこう思うことというか、なんかたくさん一つ大きな夢が叶った一つのいい曲になりました。本当にまあ、音楽をやり続けてきてよかったなっていうのを感じれた出会いだったので、個人的にはもうここの言葉では表せないものがたくさんあるんですけど何と言ってもクレバさんソロデビュー15周年、そしてニューアルバムアフターミックステープのお記念したスペシャル番組ということなんで、僕のお話はこの辺にして何よりも、クレバさんおめでとうございます。ありがとうございます。引き続きこれからもよろしくお願いします。ナルバリッチの JQ でした、ね、JQ さんありがたい、はい、JQ さんありがとうございます。スタッフの方もありがとうございます。ねえ、ビーボイパークからずっと追ってたっていう普通に聞いててね、はい、ラジオから流れてくるナルバリッチとか聞いてて、はい、ああいい音楽だなってと思ってたんだけど、なんか自分が思ってる以上にこうヒップホップマインド持ってるっていうか、トラック作ってこうラップグループやってたとかそういう話も聞けて、うん、なんかすごくこう共通する部分っていうか同じマインドを持ててるなっていうのがあったんで、うん、こう一つのいい曲ができたんじゃないかなと思います。ただね、俺とやったぐらいで夢が一つ叶ったなんて言ってたらもうダメですよJQ にはもっと偉くなってもらって、はい、俺の夢もうなんかスーパー楽なフィーチャリングでこう
地方に行くみたいな。そういうのを。ナルバリッチのライブに、そう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 。一曲もう、一曲しかやんないのに、なんか呼ばれるみたいな。そういうのを叶えてほしいですね。でも同じステージっていうのは今年夏ね。いや、本当にね、はい、音楽業界の、こう、忖度、うん、まあ、あれですけど、まあ、お互いこう、同じフェスに出てて、イベントの人とかも気遣ってくれたのかな、あれ、こいつら曲やってね、つって、うん。だったら同じ日にしちゃうってならない限り、うん、5回も一緒にできないですから、うん。そうですね。でも、みんな聞きたかったんです、うんうん。一緒に曲やったからってみんなが同じ日にフェス出れるわけじゃなく、ないじゃないですか。そうですね、うん。だから本当にね、頼もしかったですよ。はい、うん。じゃあ、ここで、聴いていただきましょうか。はい、はい、曲紹介お願いします。アフターミックステープからワンフィーチャリング JQ from ナルバリッチ聴いてください。